大島亮大に怪我なかった世界戦、どこのレベルまで行ってたと思いますか怪我が全くなかったら本当、ね、チャンピオンズリーグ、出られるチームには行ってると思いますね。で今の森田とか田中をと一緒もしくはそれ以上になってる可能性ありますよね。あサッカーでもロングシュートのねあ、それは生まれるんじゃないかなと思いますけどね。権利マドリーとかはね、アセンショウとかあのバルベルテとかがそういう役割になってるしね。 でもあれがね、そういう選手を、なんかこう、意図的に作れるかっていうとそうじゃないか、そういう選手を取ってくるみたいになるのかもんね。まあ、NBA もそうか。いや、大島うまいっすよ、本当に。あんなになんかあれ、狭いスペースでさ、ボールたち乱れず相手見ながら逆つけるなんて選手いないっすよね。